こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、儲かる農産物、タケノコ、転売で儲かることを大公開します。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。えー、この動画では、今が旬のね、タケノコ、もう超もか儲かってますので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。えー、こちらですねタケ。タケノコのキーワードで、ぜひね、入力してください。で、こちらですね。売り系で。もうすごいんですね、これ。 とにかく売れてます、めちゃくちゃ。で、タケノコって今結構旬なので、まあの、まあ、山とかね、持ってる方とか、ぜひやっていたらいいかと思うんですよね。無料で稼ぎちゃうんで、ですね。まあ、どういった風に稼いでいか、ぜひね、紹介させていただきます。まあ、これ、静岡県の方なんですけど、朝日菜って、あの、岡部町って結構中部の方なんですよ。山の方なんで、こう書いてある、ロース士のタケノコが取れることで有名な名産地って、もう結構この有名なんですよね。で、この ファーム持ってる方ですね、農場持ってる方がやってるみたいで、もちろんこれタダなんですよ、全部。まあ朝早く行って、ね、撮ってると思うんですけど、まあぜひね、あの、こういった山とかも、ね、近くの方とかね、撮ってね、あの、まあ配送するだけで儲かっちゃうんで、ぜひね、やっていただけいいかと思いますよね。3200円なので結構いいお金ですよね。で、まあこの方ですね、すごい面白いのは、名産ですね、京都の山城名産みたいですね、これ。すごい有名なタケノコで。 で、この方5キロで売ってて、も、ま、う、あ、1万円ですよ、これ。すごい、これ。なので、まあね、あの、例えば5キロとかで売ってね、もう1万円入っちゃうんで、ぜひね、タケノコを取ってる方とか、メルカリで売れますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げる丸ひまりをプレゼントします。えー、ニックネームかスタンプお願いします。はい。えー、それとですね、ゼランテンバーコミュニティですね、 してますので、ぜひね、興味の方、メッセージからよろしくお願いします。あとですね、えー、LINE アート登録にね、質問お願いします。YouTube から質問一切受け付けてませんので、よろしくお願いします。本日は最後見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。